スに気をつけてね。窓やベランダから鯉のぼりをあげるときはポールをしっかりと取り付けてね。鯉のぼりは電線から十分離れたところでな。怖がれー。あ、みんな電線の近くでの多工業はとっても危ないよ。特に金属製のタコ糸は気をつけてね。こら待て、もしタコが電線にかかったら自分で取らずに近くの関西電力に連絡してね。みんな、タコ揚げは広い場所でやろうな。ポールをしっかりと取り付けてね。